こんにちは。やっぱユニクロあれだったんですかね。ジェノサイドに関わってたんですかね。アメリカが1月にユニクロの男性用だったかなシャツを輸入差し止めして、結局これっていうのはユニクロの作っているそのシャツがね、いわゆる強制労働の現場で作られている、だから人件費コストは抑えられて安く製作出荷できるっていう風に解釈できるんですよね。まあ、でもこれ本当にね、あり得る話だなと思ってるんですよ。ユニクロがというよりもそのグローバル企業がたくさんある中で、価格競争、仕入れ競争の中で、まあ本当にね、強制労働同然で働いてる人もいるだろうし、強制労働本当にさせられてる人もいるだろうし、なんか噂によるとね、その犯罪を犯した人が死ぬまでなんか低価格の商品をずっと作らされて、それが日本のデフレ経済を支えてるみたいなこともね、なんかどっかで見たような気がするんですけども、あんまり詳しくこういう話題っていうのは楽しくないんで言いたくないんですけども、日本の労働環境っていうのも、まあそこまでひどくはないけど似たようなところがあって、やっぱ生活費を稼ぐためにとってもね、劣悪な環境でサービス残業したり休日出勤したりとか、まあ、いわゆるブラック労働、ブラック企業がはびこっているっていうところなのかなと思うんですよ。まあ、労働基準法なんていうのはね、どこ復活だし、で、気に入らない会社でもそこを手放すと他に行くところがないっていう、まあ、不安ですよね。だからそこを人質に取られて、なんか無茶な働き方をさせられてるんではなかろうかというふうに思っちゃうわけですよね。で、それがね、この記事にずっと出てるんですけども、ユニクロの綿シャツ、米が1月に輸入差し止め、新疆の強制労働をめぐり懸念とありますよね。だから相当な、まあ、現実、事実、なんと言っていいのか、掴んでるところがあるのかなと。中国外務省の報道官は、新疆に強制労働はなく、米国はいじめ戦術を使っていると指摘。だから失礼しました。要するにアメリカが他国を、ね、ある国を批判して相対的に自分の国力を上げようと思ってね、言いがかりをつけているってことなんでしょうけども、でも数限りなく出てくる被害者とか証言とか証拠っていうのが、ね、映像証拠っていうのはどういうふうに説明するんだろうなと思っちゃいますよね。で、調査立ち入りを拒否し続けている、まあ、中国という国、これどういうふうに捉えればいいんですかね。で、その中国に、まあ、いろんなものをね、作らせている日本企業、中国依存のこの形、どういうふうに考えればいいのかなと思っちゃいましたね。じゃあ、以上です。